モスクワ区議、プーチン氏は辞任をふるさとサンクトペテルブルクでも、またすごいニュースが出てきたわね。うむ。9月11日の時事通信社の記事によると、モスクワの区議グループは9日、ウクライナ侵攻の責任を問い、プーチン大統領の辞任を要求したようだな。さらに7日にはプーチン氏のふるさとサンクトペテルブルクでも、区議グループがロシア下院に対し、国家反逆を理由に大統領を弾劾するよう訴える要請書を公表するなんて話もあったとのことだ。要請書はプーチンの言動がロシアを冷戦時代に引き戻し、世界を核兵器で脅かすことにつながっている、と批判しているそうよ。さらには経済成長は実現せず、有能な人材が海外へ流出しているとの指摘も、ボロクソに叩かれてるじゃない。ロシア内部からも、思いっきりプーチン大統領への反対が表明されるようになってきてると言いますか。もうどこもウクライナ戦線の戦況やばいし、プーチンにはきついんじゃないの？ただでさえウクライナとの戦いでも厳しい局面にあるのに国内にも敵が多いとなると、かなり危ういだろうな。ただ、実はこれ以前からも反プーチン派の勢いは高まりつつあったんだぜ。9月1日には、反プーチン勢力の代表格とも言える、自由ロシア軍団、ロシア義勇軍、ロシア国民共和軍の3つの勢力が手を組んで新しい政治組織を創設しているんだ。は、軍の反対勢力も勢いづいとるんかい。やばすぎませんかそれ。しかも今回のウクライナ侵攻に注力したことでロシアの近隣諸国へのプレゼンスが低下しているからか、最近またアルメニアとアゼルバイジャンで軍事衝突が起きて大変なことになってるみたいじゃない。他にもチェチェンやらロシア連邦の中の独立勢力も怪しい動きを見せてるってのに、ロシアの地方議会でもプーチンの求心力が落ちてるとか、これからロシアどうなってまうんやこれ。ロシア国内はまた色々と火種が広がっているようだな。ということで今回は、ロシア革命が現実に、戦争に終止符を打つ反プーチン連合軍と題し、プーチンに反対を表明している勢力や、各勢力の状況などについて解説していこう。今後もこのチャンネルでは、軍事と兵器に関する最新情報や歴史的なテーマを取り扱います。面白かった、興味深い、とか思ったら、高評価ボタンをよろしく頼むぜ。気になった点や質問等あれば、コメントもよろしくね。いつもコメントしていただける方、本当にありがとうございます。励みになってます。それでは皆様、ゆっくりしていってね。では早速、ここ最近勢いづいている反プーチン勢力の動きについて見ていこう。冒頭で話した通り、9月11日のテレ朝ニュースでも、モスクワ・シロモノソフスキー地区の議会が、あなたの考え方や統治手法は絶望的に時代遅れで、ロシアの発展と可能性を妨げているとして、プーチン大統領に辞任を要求しました。と報じている。また、プーチンふるさとのサンクトペテルブルクにおいて、反逆罪による告発の話が出たのは、9月8日のことだ。9月に入ってから、ウクライナ軍による攻勢だけでなくロシア国内の反対派の勢いもすごいわね。ロシア系の独立メディアであるザ・インサイダーでは、スモーリンスコエ地区のサンクトペテルブルク市議会議員が、プーチン大統領をウクライナでの戦争を理由に対落罪で告発する提案とともに、近日中に下院に上訴する予定である。と報じられていた。しかも、この提案は10人中7人が賛成票を投じたとのことで、過半数によって支持されたようなんだ。は、少数の反対派が言ってるだけじゃなくて過半数が賛成しとるんか。ウクライナ侵攻開始した数日後の3月4日には刑法を改正してちゃんと言論統制を強化しといたってのに、それじゃあ抑え込めないほどに不満が高まっとるんやな。彼ら議員たちは、プーチンが宣言した目標の一つはウクライナの非武装化だが、正反対のことが起こっている。プーチン大統領が宣言した目標を完全に支持しているわけではないが、単に彼自身のレトリックの枠組みの中で、彼はロシア連邦の安全を害していると述べているぜ。確かに、今のウクライナって非武装化とは真逆になっちゃってるわね。ウクライナと西側諸国の結びつきはさらに強まって、今や複数の戦線でロシア軍を押し返すほどの軍事力を持ってしまっているわよ。プーチンの掲げていた目標から考えれば、現時点ではこの侵攻は失敗だったと言わざるを得ないわね。さらにウクライナを攻撃するという大統領の決定は、ロシアとその市民の安全を害するものであり、ロシア軍は戦闘準備の整った部隊を失い、市民は障害を負うことになるとまで述べているようだ。ウクライナ軍の大攻勢によって次々とロシアの支配地域が奪還されてきてますからね。それ以前にもウクライナ軍によるクリミアへの攻撃によって連日のように空襲警報が鳴り響いていたというし、ロシア系住民への被害も現実感あるものとなってるんでしょうね。反プーチン派が勢いづくのも納得だわ。もちろん一部プーチンに反対する勢力は今までもいた。
しかし今回のように、少ないながらも政治機関の中枢で複数の反プーチン的な発言が出てきたことは注目に値するべきことだぜ。そしてそのような動きは政治面からだけではなく、軍事面からも起きている。冒頭で述べた通り、9月1日にはすでに自由ロシア軍団、ロシア義勇軍、ロシア国民共和軍の3つの勢力が手を組み、新しい政治組織を創設することを発表していたところだ。とうとう武力を持った反対勢力が一致団結してまうんか。マジでプーチンの身が危険そう。自由ロシア軍団は3月10日に創設されたぜ。ロシアのウクライナ侵攻を受けて、自発的にウクライナ側へ離反したロシア軍の中隊から結成された組織だ。この組織は、ロシア軍からの離反者以外にももともと軍隊には所属していなかったロシア人や、ベラルーシ人の義勇兵などで構成されている。この部隊は侵攻開始当初からウクライナ軍に参画していたぜ。自由ロシア軍団の中隊長によれば、本物のファシストからウクライナ人を守るために、ウクライナ保安庁の協力を得て2022年2月27日にウクライナ側に加わったようだ。6月中には、自由ロシア軍団がウクライナ東部戦線やドンバスでの戦闘行為、ロシア国内での破壊工作を行っていることが報道されている。ひえ、こんなんに狙われたら生きた心地せんわ。さて、お次のロシア義勇軍だが、先ほどの自由ロシア軍団もいわば義勇兵ではある。しかし、こちらは正式名称がロシアンボルンタリーコアという別の組織だぜ。この組織が設立されたのは8月に入ってからとのことで、情報がほとんどないんだ。ウィキペディア情報ではあるが、この部隊は元ロシアの軍人という人たちではないようだ。ウクライナに住んでいたロシア人の右翼志願兵であり、アゾフ連隊でウクライナのために戦っていた人物とのこと。そしてロシア国民共和軍だが、こちらも組織の実態についてはあまりよくわかっていない。組織が何人なのか、どこを拠点にしているのか、そもそも実在するのかという疑問が多く、今のところ AP 通信などの主要メディアは疑問を呈しているという姿勢だ。はい、言論統制が厳しい国の反政府組織ということで、あまり大っぴらに活動できないってのもあるのかしらね。謎が多い組織だが、この組織の存在に信憑性を与えている存在が、イリア・ポノマレフという元ロシア政治家だ。彼はもともとロシア最大の石油会社の副社長でもあった人物で、2007年から2016年まではロシアの下院議員だったぜ。ただ、2012年頃からプーチン政権への批判活動を行い、2014年には国会議員で唯一、クリミア併合に反対票を投じていた。プーチン政権にはテロ容疑で捕らえられ、政治犯となって2016年にはウクライナに亡命したという人物でもある。ウクライナ侵攻以前からの反プーチン派やね。筋が通ってますわ。ちなみに彼はつい最近日本でも報じられた人物でもあるんだ。そのきっかけは、彼がロシアの極右思想家アレクサンドル・ドゥーギン氏の娘ダリア氏の暗殺を実施したのが国民共和軍である、と発言したことにあるぜ。は、8月20日、モスクワ郊外で自動車が爆発して亡くなったことで話題になってたわね。ロシア当局はウクライナの情報機関が計画、実行したと言っていたけど、ロシアの反対勢力がやったんか。どちらが正しいかはわからないがな。まあウクライナの人間がモスクワまで入って行動するってのは考えにくい話だ。この事件の本当の標的はドゥーギン氏だったと言われている。ドゥーギン氏はネオ・ユーラシア主義を掲げる思想家の一人で、プーチンの頭脳とも言われていた人物よね。ああ、クレムリンに影響力を持つ存在とされ、今回のウクライナ侵攻にも影響を与えたと言われている。ドゥーギン氏は以前から、ロシアへの同化に抵抗するウクライナ人に強い嫌悪感を示してきた人物でもある。2014年5月、ウクライナ南部の港湾都市オデッサで親ロシア派のデモ隊数十人が殺害された後には、ウクライナは地球から消し去られて一から再建されるか、脱しされなければならない。ウクライナ人は全てのレベル、全ての地域で全面放棄する必要がある。軍政に対する武装放棄が必要だ。南部から東部にかけての地域だけでないと発言しているほどだ。うわぁ、バチバチの高跳ね。当初、首都のキーウ陥落を狙っていたウクライナ侵攻そのものって感じだわ。実際に今回のウクライナへの軍事侵略でも、プーギン氏は真のロシア人であるか、そうでないかをそれぞれが選択する思想的な戦いだとして、ロシア、ウクライナ、ベラルーシのスラブ連邦を作ることを戦争目的とすべきだとまで述べているんだぜ。完全に大ロシア主義や。ウクライナ侵攻から1ヶ月経った3月にも、モスクワ氏のインタビューでプーチン氏が勝利を収めたこと、これが起こるべくして起こったことは間違いない。私は1年前どころか、何年も前からそう言ってきた。と言い、ロシアは一線を越えた。このことを私は個人的に非常に嬉しく思っているとも述べている。もうプーチンより過激なレベルでさ。ウクライナ侵攻で喜んでる人もいるのね。
プーチンの頭脳と言われるだけあるわ。そりゃ反プーチン派からは標的にされるわね。このロシア国民共和軍という組織の存在は、この事件の実行が公言されたことで初めて明らかになったくらいだ。それほどまでに組織の実態は分かっていない。このあたりは続報を待つしかないってところだな。まあロシアの元政治家で、最大手石油会社の元副社長という立場の人物が関わっているなら、つては豊富そうね。ちなみに国民共和軍のリーダーを務めるアレクサンドル氏は、ウクライナの主要メディアであるキーウポストのインタビューに応じている。そこでなされた、プーチンはどのような終焉を迎えると思うか?という質問にアレクサンドル氏は、政権内のエリートにとって不都合な存在になればすぐにプーチンは排除される。この老人は全ての責任を一人で背負わされ首をはねられるかもしれないが、プーチンのやったことはそれに値する。彼の取り巻き連中もただでは済まないだろうと答えているぜ。ひえ、怖すぎでしょ。実際に自分に影響を与えた側近中の側近、その身内が殺されてるわけですからね。さすがにプーチンもビビりそうだわ。だろうな。ダリア氏の殺害もウクライナ諜報機関の仕業だと言っていたロシアにとって、このようにリアルに命を狙ってくる国内の反対勢力は無視できない存在だと思われるぜ。何より、戦況が暗転して国内の反対派の動きが活発になることはロシアの歴史が証明していることでもある。そういえばロシアの第一革命も、帝政が崩壊することになった2月革命も戦争への不満が高まって起こったのよね。そうだぜ。有名な日露戦争では、1905年に日本がバルチック艦隊を撃沈させたことで有名な日本海海戦を契機に、一気にロシア帝国内での革命の火種が広がっていった。ロシア革命の火種は日本海海戦の数ヶ月前には存在したが、それがさらに炎上していったという流れだ。日露戦争もまさかロシアが負けるわけないだろうという下馬評を覆して日本が勝利したのよね。すぐに首都を陥落させられると言われながらも、今やロシア軍が押されつつあるウクライナ侵攻と似てるわ。また、第一次世界大戦中の1917年にはロシア帝国が崩壊し、ソビエト連邦が成立している。これも結局はドイツとの戦いで国内が疲弊し、労働者たちの暴動が収まらなくなったことに端を発する。共に戦争による国民生活の悪化への不満と、敗戦濃厚という状況が引き金となって、革命へと至っているわけだ。ソ連の崩壊だって、長引いたアフガニスタン紛争が、ソ連経済にダメージを与えたのも大きな一因と言われてるわね。うむ。あのアフガン侵攻も当時は西側陣営から予想以上に強い非難を浴びたからな。あれによってソ連は西側から経済制裁を発動され、モスクワ、オリンピックもボイコットを受けている。ほんと何から何までウクライナ侵攻にそっくりすぎるわ。ロシア帝国、ソビエト連邦が崩壊したように、ロシア連邦の終わりも近いんかこれ。ロシア側の記者であるドミトリー氏は、今回のウクライナ北東部クビャンスクやイジュームでの敗北は、かつての日本海海戦や方天海戦などと並ぶほどに重要な局面を落としてしまったと言及している。少なくとも今回のウクライナ軍の大攻勢が、ロシア国内での革命の火種を作ってしまったと言えるかもしれない。これだけの批判を受けながらウクライナへの侵攻を決定し、ロシア国内の経済と軍事を大きく疲弊させ、国際社会におけるロシアの評価が一気に下がってしまったことは一目瞭然だ。こう言ってはなんだが、ロシア国内でもロシアとしての落とし前をどのようにつけるべきか、と考えている人は多くいるはずで、まあそう考えるとプーチン政権が存続することは難しいな。国際社会が納得しなさそうですもんね。もう、いつどうなってもおかしくなさそう。といったところで今回の解説は以上だぜ。このチャンネルでは他にも兵器や軍事に関する動画を上げているので、他の動画もぜひ見てくれだぜ。これからも興味深い軍事に関する動画を上げていこうと思うので、高評価、コメントもよろしくお願いします。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。